一番浅いところから西の方にちょっと歩いてきて、まあそれでもまあ深さはまた下ぐらいなんだよね。実を言うとその一番浅いところから、まあ、今度言うと反対方向で西表に向かいながらずっと南の方にこう弧を描くような感じで浅くなってるわけ。結構その端っこの方は一番浅いところと同じぐらい浅くなってるんで、今の島の男の子もねサバニっていう船で結構あそこに行ってるんだよね。まあいつか行ってみたいね。結構遠いからさ、この感じであそこまで歩くなんてかなり遠くて大変だった。相棒もどっか行っちゃったね。石垣に流れ着くのかな。どこまで行くんだろうね。最高だ。